はい、こんにちは。はい、街を良くすると本屋ひなきでございます。街を良くすると公認候補立候補者本屋ひなきでございます。皆様、この当一角日の出町依頼の一角を借りまして、私本屋ひなきの日の出町町会議員選挙の立候補演説をしたいと思います。私本屋ひなきは現在の選挙制度に疑問があるために、この東京都日の出町から立候補いたしました。この今行われている東京都日の出町、この私細谷秀明は現在日の出町の非選挙権を有しておりません。しかし私はこの今日本で行われている衆議院議員選挙や参議院議員選挙、そして市区町村議会議員選挙や副議長選挙、それに対して疑問を持ちましたので、この日の出町から立候補した次第でございます。先に行われました参議院議員選挙で、参議院議員選挙の立候補条件に関しては年齢が30歳からとなっております。しかし衆議院議員選挙に関しては25歳以上ならば年齢に関しては問題がないということでございます。そしてこの今行われている人目の町会議員選挙、これに関しては年齢が25歳以上、そして日の出町に居住の実態が3ヶ月以上ないと立候補できないという条件がございます。しかしこの条件に関しては私はもう時代遅れだと感じております。今年の5月行われました東京都足立区において、立候補した女性が5000票近くの票を取ったにもかかわらず、結果ゼロ票となり無効票となりました。現在この選挙に当選ラインを超えた女性に関しては選挙管理委員会の方で審議中でございます。こちらの足立区から立候補した女性に関しては足立区に3ヶ月以上の居住の実態がないからということで得票数がゼロとなりました。しかしこの足立区から立候補して得票数がゼロになった女性に関しては、選挙中居住の実態がないということを常に訴えかけておりました。それにもかかわらず足立区においては5000票の票を獲得いたしました。これは足立区の区民の民意ではないかと私は感じております。ですからこの私細谷秀明は選挙に立候補する条件としては20歳以上、そして日本国籍を有する人物、そして年齢においては20歳以上であれば良いと考えております。なおかつ非選挙権を有するものであれば問題がないと思います。過去に犯罪等がなければ立候補しても私は良いと感じております。この私の細谷秀明の考えに賛同していただける方は今年、8月25日に投票日がございます。その8月25日の投票日にこの私細谷秀明にご投票いただければと思います。この日の出町をもっと良くするためには若い人の力がどうしても必要でございます。ですから皆様、もう一度この選挙制度についてお考えをしてみたらと私は思います。この私、町を良くすると細谷秀明にどうか皆様のお力添えをよろしくの所存でございます。この当一角イオンモールの横において私、細谷秀明の街頭演説を終わりにしたいと思います。短い時間でしたがご清聴のほどありがとうございました。